ということで今日はですね別府に来ております。ゆうすけさん、そして光代さんはい、ということでね、別府は私実は2回目なんですけれども、私のまあ言ったらですね、昔ちょっとこうお付き合いをしてた方がですね、まあ、別府の方だったりとかして言っちゃうっていうねまあそんなこともあってですね、まあ、ちょっと来た、思い出の地でもあるんですけれども、今日はちょっとね楽しんでいきたいと思いまするこちらなんと個室のいろり焼きということで、わ、めっちゃいい感じ。やったー。あ、おーすごい。おーすごい。いい感じ。いい感じ。素敵。しかもあったかい。あったかい。清高さん、はい。まあ、11月22日が誕生日やったということで。ありがとうございます。誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。嬉しい。あー、うまい。やばい、今日飲んじゃいそう。やばいテンションになっちゃう。見せてはいけない危険な気温だ。ウニ豆腐だって。ズワイガニ。あー、もう美味しそう。ウニ豆腐。いただきます。うん。ウニ豆腐。うまっ。ズワイガニ行きました。これでしたっけ？これだ。いろいろね、単品メニューとか、コースとか、おいしい。あ、これ親鶏ですね。これ多分親鶏の歯応えが。おー。はい。で、歯鶏はちょっと柔らかい。柔らかい感じですね。あ、いいいいいい。なるほど。これ何に使うんだろうって思ってたよね。こういうことなんですね。皮に焼き色がしっかりついたら反対側に、はい、受け使っていただいて、はい、いけばな、いけばな、鶏をいただきたいと思います。かぼすと、かぼすとこのお塩でいただきます。おいしいです。おいしいわ、おいしいんだちょっと
調子出てきました。まだ1杯目です。早く2杯目が出てきました。うわー、美味しそう。高そう。はい、そしてそして、はい、そしてそして、お鍋の、お鍋、あれまた量しかない。あ、いいね。わー、うまそう。うん、あ、いいですか。ありがとうございます。いただきます。すごい、湯気がすごい。海をテーマにしておりますので、このような、はい、美味しそう。デザート出してます。はい、あ、どうも。はい、どうも。こんばんは。どうもどうも。清高さん、こんばんは。はい、誕生日おめでとう。マジっすか。はい、そんな、もうありがとうございます。嬉しい。キャンピングカー旅に便利だと思うものを用意しました、はい、めっちゃ嬉しい。開けていいですか。どうぞ。なんか柔らかいけど。柔らかい。なんだろう、なんだろう。これですね。これは実は H&G ファクトリーさんの、はい、この間お会いした。あ、そうですよね。はい、このまさかのカーペンでございます。おー、嬉しい。せっかくなんで。うわあ、そうです、これです。すごい。純正のやつ、はい、そこ間空いてるじゃないですか。開くんですよ、ここが。漏れてます。はい、うわあ、嬉しい。めちゃくちゃ嬉しい、これ。で、これ裏話がある。はいはいはい。ボタンありますよね。はい、これで止まってますね。はいはい。これってですね、実は車種によって、はい、場所が違うんですよ。え、一台一台場所が違うんですよ、ね。はい、だから測らないと、はい、これ作れないんですよ。はい、で、もしかして、なんでっていう、ね、もしかして、ね、あの時あの測っていた人がいた。これはグルだ。これあの全員グルだ。そう。佐賀のフレンドリーさん。マジか、はい、うわー。お願いして測っていただいて、いすぐ送っていただいて、うわ、それをまたすごいスピード感ですよね。はい、H&G さんに送って、もういやスピードで作成していただいて。だってあれって、だって3日前、あ、まあまあ言ったらそうですぐらいですよ、測ったの、はい、3日4日前ですよね。いやでもなんかおかしいなと思ったんですよ。なんでここのこれ測るんだろうと思って、ちょっとこうハテナマークがありつつ、あ、全然測ってくださいなんて言って。いやマジっすか。もうフレンドリーさんたちも、そう、もうあの全てはですね、清高さんが仙台に行ってる時からもう裏で動いてまして、もうだから本当にあのフレンドリーさんとH&G さんのおかげで今日プレゼントできてるという、もう皆さんの愛がこもってるこのプレゼント。早速今つけていいですか。ぜひぜひ。これしかもあのちゃんと、なんですか、そう、これあの4層の、はい、あの断熱材が入ってて、うわすっごい、めちゃくちゃ本格的。あ、これやば、ぴったり。あ、ぴったり。この気になるスペースちゃんと埋まっております。埋まってる。神様ですか、皆様。本当にありがとうございます。いやもう本当にこれあのやっぱずっと全国旅されてて、でここつけっぱなしじゃない、はいはいはい、でもずっと僕気になってて、もうゆうすけさんですかね、見てるところが違う。さすがです。なんかもう一個なんです。これは何ですか。これはですね、実は、はい、ここです。このマックスファンカバー。あ、マックス、ここも光が入ってくるからってことですか。そうなんですよ。この間あの東北で、はい、マルポさんとか、はい、キクシンちゃんと、はいはいはい、H&G さんと飲まれましたよね、はい、た時に H&G さんと連絡を取り合ってて、はい、あの H&G さんのカーテンいいですよねって言われたんですと、はい、その時に、はい、あの軽くスルーしときましたって。そう、みんなの連携プレーですもんね。連携プレーですよ。もう本当に皆さんありがとうございます。僕に出会ってくれてありがとう。見つけてくれてありがとう。そんなあなたがいるから僕の夢は続いていくんだ。あなたを思う、それだけで
愛が溢れてくるんだ。心と心が触れ合う。いつも始まりはありがとう。本当にありがとうございます。ありがとうございます。皆さん嬉しい。これを一本まず外すんですよ。外して。はい。あ、でも確かにここ結構光入ってくるんですよね。そう、意外と漏れるんですよね。このポッチをですね、はい、こうつけて、はいはい、あ、いいねー。うわー、ついた。しかもやっぱこことそのね、このコーディネートされてるというか、バッチリね、合ってます。うわ、嬉しい。本当にありがとうございます。ということで今日は別府に来てるんですけれども、キャンピングカーが私以外にも2台この3台のキャンピングカーで今からですねグローバルタワーに向かいたいと思います。行ってきまする。こんな感じでキャンピングカーが前と後ろ、おそらくあれじゃないかと思うんですが、はい、今日はですねキャンバケンメンバーでグローバルタワーに向かっております。イエイイエイイエイ。4階に向けて速度がすごい、150、高さのメートルが上がってってます。で多分まず3階展望デッキ96メートルね。はい、96メートル。すごい、すごい、すごい、やった。わー、すごい。どうぞどうぞ。あ、うわめっちゃ景色がいい。うわここね。うわー、綺麗。すごい。やりそうじゃないかもしれない。うわー、うわうわぁ、すごい。ほら、これが車見えます？見えますよ。ほら、見えたら。あ、本当だ。良くないですか？めっちゃいい。3台並んでます。おや？おや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 ？皆さんが緊張しました。これがつるんだね。ロープウェイです。ロープウェイがそこにあると。あそこありますよ、ロープウェイ。その手前が杉の井ホテル。はい。新しくなった。私多分その、ま、新しくなる前に行ってますね。温泉まで遠かった。温泉まで遠かった。ね、部屋から。君が本当に大事だからやっと君と見つけたんだ。僕らだけの愛の印を僕ららしい色で描くんだよ。誰かと少し違って見えたっていいよ。手を取り合いかけてゆこう、あの虹の向こうへ。実はですね、私が知らなかった機能が発覚したので、ちょっと今ゆうすけさんにボタンを押してもらいます。ではお願いします。あー、出た、出た、すごい、なんかもう一回お願いします。おー、なんか目の洗浄って感じ。アイボンだね、アイボン。涙、泣いた後みたいな。これで、まあ、あの雪を溶かす。へー、
私の車があまりにも汚れているということで、ゆうすけさんが綺麗に。これはね、運転したらダメ。これじゃ。それはダメ。確かにちょっとね、昨日とかも曇って運転しづらくて。そうでしょ。そうそう。これダメ、これダメ。そうなんですよ。だから別府の夜景って言ってたじゃないですか、はい、なんかあるなと思ったんですけど、これ越しだったんでもわっとしか見えなかったんですよ。パパありがとう。ちゃんと掃除するんだよ。ゆうすけパパありがとう。至る所から湯気が立っております。あ、やっぱ硫黄の匂いがすごい匂いだ。やってます。だから1週間この匂いが取れません。4分ぐらい。これはね、ちょっとね、慣れるのかな。岡本や。湯の花。地獄か。219のオッケー。地獄おにぎり、焼きうどん、以上です。卵やっていきます。本当だ、みんなね、見てます、ね、これすごい美味しいって書いてある。じゃあちょっと塩卵いただきます。うん、美味しい。あの味がすごいしっかりついてたよ。ちゃんとそのままいける感じ。白身のところもめちゃくちゃ味がしっかりついてます。美味しい。そうだ、半熟とかじゃなくてもしっかり、うんうん、あと2個くらいいけそう。俺の卵おにぎりもいただきます。うん、うまそう。でもめっちゃうまい。これなんか炊き込みご飯みたいな感じですよね、うん、真ん中にちょっとマヨネーズかな、あ入っちゃったよ。へー、うん、それはうまそう、うん、味がこれもしっかりついてる。はい、こちらが明太うどん。あ、麺玉うどんだ。麺玉うどん、たっぷりの明太子が乗っております。いただきます。うまっ。うまいっす。明太子と卵がめちゃくちゃ合う。うまい。うん、こちらいただきます。うん、おいしい、おいしい。もう一玉いけるかな。何？あ、うどんに？うどんに？え、はい、そのままでも全然いけたん？ついてないですよ。本当ですか？あ、そっか。全然これだけでも全然ついた。全然明太子の味だけど、お醤油もちょっとつけて。確かにこれはこれでね、うんうん、なくてもいけますよね。いや全然いけた、うんうん、いただきます。おいしそう。地獄プリンいただいてます。実は数年前にこのお店でのプリンを、まあ、当時の、まあ、なんていうんですかね、私がちょっと仲良くしていた方と一緒に食べて、そのちょっと苦い思い出がこのプリンの味とともに蘇ってまいりました。その笑っていいのかダメなのか。, 笑ってください。時効です。毎日が地獄です。ちょっと自虐が過ぎるな、これ。湯の花製造直売所。おー、これが貸し切り湯。熱いの。熱い。湯の花。湯の花製造もしてるけど。しかもここ無料ですか。すごいな。新鮮。これをあ、これが。すごい。これが湯の花。霜柱みたいな感じ。そうやね、霜柱。あ、こっちもってことね。
さあそれでは貸し切り湯に行ってみたいと思います。扇山扇山これですね。はい、それでは行ってみたいと思います。はい、おお広い。はい、家族風呂こんな感じです。ああ、いい湯だ。はあ、はあ、極楽。ああ、めっちゃ気持ちいい。はあ、はあ、リラックスイング。湯気がすごいね。はい、こちらがですね、八幡竈門神社、鬼滅の刃のね、舞台になった神社なんじゃないかということで、ものすごく鬼滅ファンが殺到したというらしいんですけれども、もう一丁ね。上手だ。めっちゃ上手。うまい。すごい。炭治郎から、煉獄さんから。立派な。なかなかこんな風になってる木ないですよね。いや、すごい。これは自然にこうなったのかな。なんかそれっぽいですけどね。すごい。黙々だよ。大分香りの博物館。毛を予防するすごい、これいいかもですね。眠りダイエット、まあ、確かに、ね、女性には眠って痩せるなら、ね、最高だよね。そう、最高。あ、花粉症対策、いろんな方々がね、来てるみたいですね。それと撮影ではないよ。ラベルを選ぶ。なるほどね。どれがいいんだろうと思う。あくまでも渡す、あ、そっか、渡す方か。じゃあこれをこう、あ、そうね、あ、こうですね、ボトル。そうそうそう、じゃあこういう形でちゃんとあの清高さんをイメージしてくださいね。私はじゃあ三清さんをイメージして、はい、はい、ここから選ぶみたいですね。B が円玉ノートです。これが円玉ノートですね。先端にご注目いただきますと、女性用、男性用など書いておりますが、どちらでも構いません。男女も混ざって構いませんので、ップモートからお一つ、二
ドルノートから個1つ、エンドノートから個1つ、合計3つをお選びください。来ております。お時間になりましたら次のご説明をしています。いろんな香りをどんどん嗅ぐとどうしても鼻が疲れてわからなくなります。その時は皆さんのお洋服や肌の匂い一度嗅いでください。はい、こうするとこのセットで次の香りわかりやすくなります。あーでも確かになんか男性用女性用でなんか違うの分かりますね。おお、甘い。ガムみたい。うん、ガム、本当にガム。これ好きだな。でもこれ自分が好きだなっていうか、光代さんが好きそうな。でもさっき私ちょっとリサーチしたんで、ちょっとさらさらって聞いてたんで大体の傾向はつかめる。そうそう。男性よりの匂いじゃないんだよね。じゃあ男性用と女性を混ぜるみたいな。混ぜたいな。その他の香りにつきましては、ちょっとやっぱりね、いっぱい嗅いでると気持ちよくなってくる。ちょっとおおってなってくる。はい、見つかりました。そのままの大きいビーカーで直接どんどん移して20ミリ作ってください。入れてます。液体の中にはたくさんアルコール含んでおります。すごいなんか科学の授業してるみたいな。実験みたいですね。確かに。下の線だもんね。ちょっとか。でこれをこっちに入れると数字が見える。で最後がこちらになります。私はさっきこっそりリサーチを入れたんで、光代さんの好きな匂いにきっとなってるんじゃないかと。まずはお洋服や肌の匂いを嗅いで一度鼻をリセットしてください。鼻の鼻のリセット。体臭で鼻のリセット。今香りのリセットの皆さんの斜め前に胸や液体につけたらすぐ胸と上げてください。はい、つけたらですね、しっかり振っていきます。こうすることで中に含まれているアルコールが徐々に飛んで香りが上がります。皆さんの香りはいかがでしょうか。いいですよ、これ光代さんの匂いです。はい、お選びいただいている香りが違うとですね、全く違った香りになります。香りとしてはすっきり爽やかな香りで、説明したように香水は時間の経過とともに香りが変化しますので、皆さんのオリジナル香り、息をはーっと何回かかけてください。そうして熱が加わることによって、今嗅いだトップノートは気圧軽いので徐々に飛んでいきます。すると次のミドルノートが出てきますので、香りの変化が出てきます。確かに匂い変わった。しっかり温めた方からもう一度香りをチェックしてください。うん、なんか遠くから見てる、あの鼻に突っ込んでるみたいな香り。面白い。2回目の香り、少し甘くなったの分かりますでしょうか。ミドルノートはフローラルの香料になりますので、先ほどの香りよりお花の甘い香りが徐々に出てきてます。香水はこのようにお時間の経過とともにトップノート、ミドルノート、エンドノートの順に変化をしていきます、こちらがですね、先ほどまで入れてなかった新しい匂いになります。これを加えることでどんな化学反応が起きるのか、ちょっとやってみたいと思います。お、ぴったり30ミリ。これ見えるかな。ぴったりですね、はい、だいぶ鼻が疲れてきたんでね、体臭を嗅ぎたいと思います。やばいやつですね、これね。今からボトルに投入します。ここで失敗してガチャガチャとかってならないように。これ結構緊張しますね。緊張しますよね。はい、その後ロートを取ってスプレーしていきます。じゃあ行きます。
こちらのスプレーですが、締めが緩いとお帰りの際こぼれますので、まっすぐ刺して強くギュッと締めたら二度目で完成です。完成完成フォーミツヨ。さんはですね、6時までの営業となっております。1階から3階までございますので、ご見学まだされてない方はぜひご覧ください。博物館の1階奥にあるミュージアムショップは5時です。では以上で聴講体験を終了いたします。ありがとうございました。お疲れ様です。香りファクトリーすごい、ね、天然香料、あ、こんな感じなんだ。マスク、メントールクリスタルやこれ、シメント、これ、シナモン、ひび割れてるわけじゃない、ひび割れてる？え、あ、すごい。そのこの結晶がベッてこうベッてベッて取る、ひび入ってるみたいに見えますね、これね。全然あのカサカサしない。蒸留機。なんかすごいのか、ね、結構香水ってこの入れ物も大事じゃないですか。ですね。なんかこれがね、やっぱ可愛いと好きになるみたいなのって絶対、うんうんうん、女の子は特にありますよね。お邪魔します。はい、どうぞ。ちょっとね、みちおさん、はい、誕生日おめでとうございます。Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday dear みつよさん。ありがとうございます。 Happy birthday to you! おめでとうございます。嬉しい、ありがとうございます。ちょっと予想してなかったな。ねえ、ありがたいよね。いや、よかったね。ねえ、嬉しい。ちらっと見てて、こういう匂い好きって。あ、なるほどなるほど。そうそう、あ、これだ。微妙にこうリサーチを。きっちりきっちりの過去だ。よいしょ。これ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 。そう。キャンドル。そう。ありがとうございます。水野すごい、これ好きって。確かに言ってた言ってた。嬉しい。いやー、ありがとうございます。いやいや、おめでとうございます。同じね、11月同士の誕生日が11月22日、はい、30日で。いや、この流れでこの香水もね、香水、はい、はい、うちの奥さんは、はい、清高さんのために、はい、清高さんはうちの奥さんのために、はい、なんかいいんですか、はい、ゆうすけさんを前に。いやいや、全然全然。あ、じゃあ、こちらになります。ありがとうございます、はい、やったー、はい、嬉しい。清高さんの香水で、はい、はい、これが、奥さんの香水でございます、はい、じゃあ、手首に、あ、一旦あの匂いをカットしていただいて、はい、あの体臭を、あ、体臭のね、一回あの習ったやつね。そう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 、はいはいはい、この匂いのリセットらしいんで、だいぶリセットできました。じゃあ手首でお願いします、はい。さあ、どうでしょう。あ、すごい、あの清潔感があって、あ、すごい、なんだろう、あの、わかります。なるほど。自分っぽいなっていうのがわかる。嬉しい、うん、よかったね。すごいわかる。反応が嬉しい。うん、わ、すごいいい匂い。ほんと、好きな顔。ちょっと、じゃああの清高調合を僕にもかけてもらっていい？清高調合ですね。そうそう、え、だけ、そうそう、はいはいはい、あ、違う違う違う、だけ清高さんが奥さんに、そう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 、あ、そうだ、これでゆうすけさんが好きだったらいいってことですよね。ああ、確かに確かに。あ、ちょっと、はい、すみません。あ、いいですね。ちょっと、はい、匂わせていただきます、はいはい、お、いい匂い。うん、わー、いや、やっぱすこっちもほら、どっちかというとフレッシュな、なんか清潔感のある。そうそう、なんか ね、 ね、やっぱりこう甘い匂いが苦手って言ってたんで、はいはいはい、そう、ちょっとフルーティーな、うんうん、シトラス系とか、そのさっぱりした匂い。いい匂いです。私は
やっぱりこう男性の中でもなんかちょっと甘みをプラスしたくて、で女性の香りも混ぜました。いやすごい、だからなんか自分っぽいなって思いました。おすごい、さすがです。すごい、すごい、なにこの自画自賛試合は。みんなハッピー。もうとんだ茶番な。視聴者の皆さん、なんかすいません、本当に。ぜひ皆さんもね、香り。いやでもね、結構楽しかったですね。楽しい。だから送り合いするのすごくいいと思います。そう、それがね、やっぱいいのかなと思って。自分のやつ、ほらどうしても途中で適当になったりとかね、自己満で終わっちゃうからさ、妥協しちゃったりするんで、人に送るって方が本気でね、絶対喜ばれると思う。そうそう、いやーよかったです。ではまあちょっとそろそろお別れの時間にはなるんですけれども、まあせっかくなんでこの四葉さんの美味しいどら焼きを食べてですね、ちょっと私はクリームを、じゃあ俺は粒あん行こうかな。あのごま食べたからね。ごま美味しかったよ、ごまも。栗すごいんですよ。すごい大きくてね。これすごいでしょ。わね、このまんま入ってますね。はい、乾杯。乾杯。美味しいですか。美味しい。美味しいですよね。栗もすごい美味しい。いや栗めっちゃうまそうやったもんね。甘いこの栗。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも皆さんが元気になれるような動画を作っていきますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。旅するマッスルシンガー天童清隆でした。